ラブタールありがとう。ゆえさん、紙スタンプありがとう。ちゃちゃん、紙スタンプありがとう。ピアスはね、演技のお仕事がたくさん、ピアスがあるだけで、ピアス開いてるだけで、時代劇系とかが出れなくなったりするし、役がね、狭まったりするので、ピアスはしないんだよね、私っていう知り合いの役者さんが多いので、ああ、確かにそういうこともあるかと。開けてないです、ずっと。でも、開けたい。明日は話し会、明日は私は、推ししか勝たん勝ち、掛け軸ありがとうございます。月本さん、くまちゃんライトありがとうございます。朝起きれた、全然6時、もう2時出る、2時間前ぐらいで、起きれました。びっくり。イヤリングは全然持ってない、あんまつけないんだよね、うち。もうシンプルな、こういうのが落とさないから無難で好きです。このなんだっけ、シルバーのワンポイントとか。やっほー、明日は何だっけ、夢見るの制服でいるので来てください。田所さん、リンボスター、中村蓮くん、紙スタンプありがとうございます。ありがとう。目がもうアイライナーが取れかけてる。ユニフォーム、あの白い制服でやるので、ぜひ来てください。お願いします。竹本さん、定定スタンプありがとうございます。フロゾーさん、紙スタンプありがとうございます。この制服は3人のそう3人で揃えたやつ。ピンクセーラーかわいい、かわいいね。かわいいけどさ、全なんか、まあ、着にくいってことに気づいて、まああの T シャツとかつなぎにしたいよね。つなぎとかってかわいいよね、絶対。つなぎにロンティーとかさ。で、私うちる上半身、うちらこう座ってやることが多いので、上半身に色を持たせないとってなって、やっぱり制服、白い制服ってなってそれにしましたけど。みっちゃんさん、キラキラ、あなさん、かわいい、ありがとうございます。そうだから、あのあれがいいなと思ってて、あのさ、プニューズってわかります？なんかこうラムネとかついてるやつ、書いてあるやつあるじゃないですか、最近。プニューズっていうブランドのをユニフォームにしたら絶対可愛いと思って、でそれで迷ってる。それ絶対可愛いやんと思って。
しかもジャージみたいな感じの、しかも下のズボンもあったんです。だからうわーかわいいって思ってます。今プニューズかわいいよ。プニューズし、うーん、本日もまあ20分ちょいですかね。って感じで、高がわりした時のユニフォームとかに打つのもです。やだ、ロンパース、ロンパースって何？ちょっとわかんない。ロンパース何？ディナーはお済みです。美味しいやつ食べてきた。読書進んでますか？進んでます。メイクいつもちこそ一緒です、一緒です。プニューズって渡辺直美さん、そう、渡辺直美さんがプロデュースしてる、もうめっちゃ可愛くてメンバーもよく着てるやつなんですけど、メンバーもよく着てるやつなんですけど横井さん、かわいいスタンプありがとうございます。すっごい濡れる。おー、ピーポピーポ、大丈夫か大丈夫か。そう、だからあと20、まあ、今な、私何分から始めました。ほんでサロペット持ってます。サロペット欲しいんです今、けどいい形のサロペットが全然なくて、古着のだとね、私でかいんですよ。古着屋さんとかでこうサロペット可愛いなと思ってこうやるんですけど、でっかくて、はあ、もう、あ、でか、無理だ、やべえんですよね。24分からってことは20、ほぼ25分、もうちょっとで15分かな。リエさん、キラキラのやつありがとうございます。我がよく着てるやつやん、プニーズ。そう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 、かわいいね、あれかわいい。うん、あら、瀬戸内さん生誕ありがとうございました。めっちゃもう感動しました。いろいろすごい、いろ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 、ただあれでしょ、最前までお客さんが入ってなかったら、あそこにワンピースのフィギュアが並んでたんでしょ。ワンピースのフィギュアだったっけ、わかんないけど、フィギュアが並んでたらしいね。試着してみないとですか。そう、でも全然シーンとかで頼んじゃう私。まあシーンは面白い評価がいっぱいあるから見ちゃうんですけど。あー、レン君かわいいスタンプありがとうございます。本当にねシーンはなんか袖の丈感とかこの着た感じとかの写真を、シーンって若い子とかもう同じ世代の子もめっちゃ使ってるんですよ。でいろんな世代の方が使って、しかもレビューもしてくれてるから、パッて見て、見て、で、すごい丈感がめっちゃちょうどよく、丈感がちょうどよく、丈がちょっと、何センチの私が何サイズを買ったんですけど、丈がちょっと長くて、私足短いんだなって気づかされました。大切に着ますっていうコメントがあったりとか。めっちゃおもろくない？そういうコメントがあるので、私は、あ、何センチの人がこれ着たらこんぐらいになるのかっていうね。そう、
めっちゃおもろいよ。もうシーンの人めっちゃおもろい。本当におもろい。シーンのレビューの人めっちゃおもろいんですよ。だから一生見れるし、一生見れるし、あ、超わかりやすいから参考になる。はい、そんな感じですね。なので明日はお話し会なので、ぜひ来てください。夢見るの制服着るのでぜひ来てくださいね。夏の顔は私本当に嬉しい。髪のせいじゃないですか。多分髪のせいな気がする。うん、確かに。なわけでない。カップ麺食べようとしてる？カップ麺は食べようとしてない。来週は九州行くので、味噌のおすすめ。九州はいろいろありますね。九州って一周すんの？一周するならそれぞれね、美味しいものがあるので、九州のご飯はマジで美味しいのでぜひ食べてください。私は博多の水炊きが大好き。誰かいるの？私のマブダチがいる。熊本に、あ、熊本ね。熊本は、なんやろ。黒ラーメンって熊本じゃないっけ。和田先生さん、だるまありがとうございます。丸ボールめっちゃ好き。丸ボール食べて、ぜひ。和田先生さん、だるまありがとうございます。バルーフェストね、始まったんだよね。行きたい。黒ラーメンだっけ。黒な、何ラーメンかちょっと忘れてた。佐賀空港でイカせんべい、そう、イカせんべいはマジで美味しいから。テーテーさん、テーテーありがとうございます。 Thank you。 熊本行ってください。熊本もね、いいとこですよ。あ、してもさ、遊園地、なんかちょっとオランダの街並みを再現したテーマパークなんですけど、おは年中お花のお祭りがあってたりとか、あとは、そうですね、でも、あの、VR を使った、なんだっけ、アトラクションとかはある。けど、どっちかというと、なんかその、大人の方々のが楽しめるかな。そう、ユニバーとかそっちアトラクションガリガリあるよっていうよりは、そうだね、なんかもう景色を楽しんだり、あのビアガーデンとかあるから、お酒とか飲み、あの大好きだよっていう方は絶対
いいなって思うし、あと本当にだからオランダだっけ、あそこオランダの街みたいな感じのゆったりした感じですかね、どっちかというと。あ、イルミネーション綺麗、今からは冬のハウステンボスのイルミネーションはね最高よ。田所さんハートありがとうございます。まだ何吉野ヶ里遺跡で迷子、吉野ヶ里遺跡も迷子になると思う。いやなんかあのみんなね吉野ヶ里遺跡って言って佐賀にあるって言うから、多分あの広さを舐めてかかってくると思うんですけど、あれはもうほんとでかいからね、そこ。修学旅行で佐賀長崎行きます。え、修学旅行で佐賀長崎です、ね、行くの。機会があって行ってもお酒飲めるよ、私。光の王国はもうね、素晴らしいよね。いっちゃんさん、タオルの、タオルありがとうございます。AKB カフェに初日に行ってきました。あら、いいじゃないですか。ハウステンボス号はね、レトロで可愛いよ。そう、吉野ヶ里で一日遊べる。あの、ね、そういう系に興味ある人は本当楽しいと。そう、ご飯もお酒も美味しいから、食べ物も美味しいから、ぜひちょっといろいろ食べてください、飲んでください。ほなランキング見ましょうかね。13位しゅんごさん、12位けんちゃんさん、11位ジョークスノーさん、10位ズーリンダルマさん、9位ヨンミンさん、8位ヨコヨシさん、7位ウチザルナさん、6位ベルちゃん会長さん、ミスターのは5位ユキタンさん、4位田所さん、3位アネさん、ミスクセイコー、2位いっちゃんさん、1位テイテイさんという名の竹本さん、ありがとうございます。はい、ということでちょっとあの本当にさ、ちょっとだけでごめんなさい。あ、ハウステンボスはね、花火も綺麗だから行ってみて。本当にありがとうございました。ちょっと明日はお話し会2、3部なので、私にしてはちょっと早起きに入るので、ちょっとうん、そうだね、今日もランキングに入らなかった、ありがとうね。ちょっとそうですね、早起きですね。え、もう12時じゃん、もう12時じゃん。じゃあ皆さん、明日は2部3部なので遅刻ないように、本当に遅刻ないように、夢見えるの衣装なので、あのおしましも多分できるので来てください。それではバイバーイ、おやすみ。 안녕.